まずはじめに試合の総括、感想を2巡目からお願いします。Obviously disappointing game. Gakkari shimashita. But I've got... Sorry, I'll go back a step. Firstly, congratulations to Georgia for winning the game. They did what they needed to do to win the game. For our team, being a man short for 60 minutes of the game, mate, was always going to be difficult. And then losing another man in the last 10 minutes made it very difficult. And we weren't quite good enough to get over that. But I was really proud of the effort of the players, how they stuck at it. The second half scoreboard, Ju Tai Nana, we won. But it's a good lesson for us. We lost our composure a little bit when we got the red card, just for a fleeting moment. We started to defend differently and gave them enough points to win the game, and in the end that was the difference. But really proud of the efforts of the players. もちろん結果はとても悔しくがっかりしていますが、まずはジョージアの皆さんにおめでとうと伝えたいと思います。するべきことをしてかなり勝ち得た結果であると思っております。試合の60分間、ほぼ60分間を14人で戦う、14人でプレーするといったところになってしまったことは非常に難しい状況だったと思いますし、最後の10分に関してはさらに1人カードで失うといった形ではありました。そういったところでもやはり力不足の面が見られたと思いますが、プレイヤーのエフォートというものはとても誇りに思っています。後半のスコアを見ますと10対7といった形でジャパンの方が勝っていましたし、我々にとってはとても今後の糧になる大きな学びだと思っています。レッドカードで1人プレイヤーがいなくなったことでどうしても落ち着きを失ってしまい、ディフェンスが崩れた面が本日の敗因だったなと思っております。その間にポイントを相手に得点を稼がれてしまったところがあったと思います。しかしながらプレイヤーが本日見せてくれたエフォートはとても誇りに思っています。はい、それでは質疑応答に移らせていただきます。質問ございます方は挙手をお願いいたします。質問ございますでしょうか。吉田さん、はい、お願いします。ありがとうございます。はい、マイケル、マイケルなんかはもうジョージアっていうのがどんなチームか、多少世代は変わってもよく知ってるチームで、結構若い選手もいたりして、ちょっとこうジョージアのこうフィジカルとか結構ひたむきにこうしつこくくるとか、そういうところで少しこうチームとしては手間取ってるのもあるのかな。そうです、イングランド戦も続けてジョージア、本当にフィジカルの部分も似てるなと思います。この若い日本代表の2戦はとても財産になると思います。自分の、もう強みある部分と弱点の部分、この2試合ではっきり分かったと思います。テリーさん、さっきもレッスンって話もしてましたけど、やっぱりこう多少ね、最近こうジョージアより日本の方と成績を上回っても、ああいう体を張ってこう愚直に来るチームって、やっぱりこういろんな学びを、特に若い選手が多かったので、そういう人たちに抱えたいゲームだったので。Certainly it was a good lesson for the players. I think, we started the game, I don't think we could have started the game better. And then the red card comes and you've got to fight that disappointment. And I think, momentarily we lost a little bit of our focus and attention. And that's sometimes can be inexperience. But then I thought we regained it pretty well, and then Leachy did a great job as captain for the team to regain it. And I thought the way we fought to the end was exceptional. But you remember those things for a long time. And it's a good lesson, Kanji's not a dirty player, he's not a violent player, but he just made a mistake in what he did. And that's the way the referee is these days, that's a red card in, you go back 2 years and it's probably not even a penalty, but it's a red card now, and we accept that that's right, and it's a good experience for us.
プレイヤーにとってはとてもいいレッスンだった、とてもいい学びになったと思います。しかしながら試合の立ち上がりに関してはこれ以上ないほどの出来だったなというふうに思っております。レッドカードがレッドカードを出された時にどうしてもプレイヤーの間で悔しいだったりとか動揺としたっていったところがどうしてもプレイヤーの中の集中力であったりだとか注意力っていったところに影響があったのかなと思います。ここに関してはやはり経験不足といった点は否めないかとは思いますが、リーチがやはりキャプテンとしてそこに関してはうまくまとめ直してくれていたというふうに思っております。最後までファイトし続けることは決してやめませんでしたし、こういった試合に関しては今後もずっと自分たちの頭に残る形となると思いますので、我々としては今後の糧となるというふうに思っております。下川は決して汚いプレーを意図的にするようなプレーではありません。ミステイクミスは犯してしまいましたが、やはり昨今のレフリーないし安全面を考慮したレフリーを込みしますと、2年前ではペナルティーでもないようなプレーだったかもしれませんが、今はレッドカードが出るといったところに関しては受け止めないといけないと思っております。大きな学びとまたいい経験となった試合だと思います。確認なんですけど、まあ、サイトナオトがスタートしてのあのパスワイトというか球出しのテンポというのはやっぱりかなりエディさんがこう思い描く超速のラグビーのスタイルなんでしょうか。 Certainly at the start of the game, yes. But then we went through a period where we couldn't get any quick ball, so it was difficult for him. But certainly, yes, he, you know, he continues to grow as a player, and there's no reason why he can't be one of the best halfbacks in the world. はい、特に試合の序盤に関しては非常にいいプレーができていたというふうに思っております。しかしながら試合の時間帯ではどうしてもクイックボールがなかなか出てこない時間帯が続いてしまって、サイト本人にとってはなかなか難しいところもあったのかかなとは思います。非常にまだまだ成長途中のプレイヤーですし、今後は世界で一番のスクラムハーフとなるというふうに自分も自信を持っています。NHK の山本と言います。お疲れ様でした。エディさんにまずお伺いしたいのは、まあ、こう1人少なくなって難しい試合になった中で後半に向けてどう立て直そうとされたのか、またそれが、まあ、どの部分で後半うまくいって、後部分の展開に持ち込めたのかというのを教えてください。Well, I think we adapted well in the second half. You know, we had a certain way we wanted to attack in the first half, but then being a man short, we had to adapt our attack, which I thought we did really well. I thought it generally, you know, we struggled in our maul defence, and that's an ongoing issue for us, and that'll take time to fix, but we'll get that right. And I thought just we looked like a team ready to win in the second half. You know, we did everything but win the game. We didn't close the game out when we needed to. And again, that's a great lesson for us. 後半に関しては非常にうまく順応できていた点がたくさんあったと思っております。前半特に試合の立ち上がりでは我々が思い描くようなアタックというものはもちろんあったのですが、レッドカードで1人不足してしまったことで少し崩れた面もありましたが、うまく適応できていた面も確かにあると思います。大きな課題としてはやはりゴールのディフェンスで苦戦してしまった点だと思いますし、ここは引き続き課題として修正をしていかないといけない部分ではありますが、まだ時間がかかるところだと思います。決して修正できないところではないと思っています。後半に関してはプレイヤーが踏ん張らなくてはいけないところで踏ん張り続けたといった形で自分たちが勝つことができるような展開にも持ち込めたとは思っておりますので、何度も申し上げてしまいますが、とてもいい学びになった試合だと思います。じゃあ斉藤さんリー選手に2つお願いします。今日ロックやってみたかなと、まあ、特にスクラム、まあ、スクラム強豪国の上辺だけスクラムに関してお願いします。まあ、良かったと思います。まあ、プロップ陣にいろいろ話して、まあ、悪くはないというフィードバックもらって、うん、まだ駆け引きですね、そのフロントローの駆け引きで、いろいろバインドのタイミングだったり、いろいろあって、まあ、それでも80分通してよくできたかなと思います。もう将来的にこれをどんどんアピールしたいなと思います。もう一点は、下川選手何か、まあ
まあ、全く同じ経験もした方あるし、あの、まあ、どうしても暗くなるんですけど、あのとにかくあの下向けずに、まあ、次の準備に切り替える、まあ、とても難しいですけど、まあ、そういうコメントをしてました。まあ、ただレッドカード、まあ、この段階でレッドカードを食らって、まあ、チームにとってはすごく良かったと思います。あの、まあ、13人14人でどうやって戦うか、どうやってディフェンスするか、14人の時のメンタリティをどう保つか、非常にいい経験になったと思います。まあ、この若いチームはこれは一番いい財産だと思います。よろしくお願いします。AD さんにお伺いしたいんですけれども、後半のロックのワンマ選手を途中で交代させたシーンがありましたけれども、意図というか、あの結果的にずっとロックをやってた選手がいなくなる時代もありましたけれども、どういう意図で交代をされたんですか？ We just ran out of gas. 疲れていたからです。Needed to find a charging station. 充電できる場所を探しに行かないといけなくて。ありがとうございます。マイケルさんにお伺いします。さっきのスクラムのところなんですけれども、あのバインドの内容みたいなどのあたりでこう何か。説明しても多分難しいです。あの、まあ、ジョージアって。チームはもうスクラムで自信もあるし、モールの自信もあって、あのどうしても日本代表同士で組んで、今回ジョージアと組んでいろんな学びをできたと思います。スクラムってどん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 対策しないといけない。だからそこはよくあのいい経験になったと思います。ただ経験経験という話をしてるんですけど、こうこの負けは。しっかり受けてもらっています。14人になってからリッチさんの選手にどんな声をかけていたのか、試合を見て何かしたいと思います。とにかくポジティブ、あの自分の表情だったりポジティブにいて、あのディフェンスは同じく、アタックも同じく、あんまりこう1人が少なくなったからって特別行動はしなくていいという話をしています。まあ、この今日の試合に関して、あの春道のウォーターボーイの質が今まで一番良かったと思います。彼が来てこうチームにこうコメントする、すると本当に全然違う、良かったと思います。春はウォーターボーイがすごく良かったです。日経新聞の谷口です。こちらです。まあ、ちょっと今向井さんが聞いてくれたということで、リーチさんにこの立川さんがどういうことを言ってくれて、よくなったのか。まあ、キックオフの次のプレーをどうするかとか、ディフェンスの重要な点とか、ここから何をしないといけないかとか、もう上からエリーさんのメッセージをハルさんを通してやるとやっぱ聞きますね。はい、あの彼の経験もあるし、リスペクト、選手一人一人をリスペクトしている自分さんなので、はい、そういうハルさん見て本当に感謝しています。だからもう1点だけ、さっきそのこの負けは、まあ、しっかり受け止めているとおっしゃいましたけれども、まあ、それは、まあ、どういうふうにその受け止めて、まあ、この、まあ、14人、4人でもこのタイトなゲームでどうやって勝つかって、そのセットプレーの選択肢だったりペナルティーのショットだったりも、ここは考え直してやらないといけないなと思います。あのここって時にも超速ラグビーをどれだけできるかが大事です。はい、だから、はい、今日の負けは非常に悔しいです。勝てた相手、もうちょっとバランスよくうまくいけば、うまくできたら勝てた試合だと思います。ただ、あのすごい良い経験になったと思います。ありがとうございました。今、日本代表会見を終了させていただきます。どうもありがとう。はい、どうも。